チャンタブリー県、チャンタブリー県は、タイ王国、東部の県の一つ。トラート県、ラヨーン県、チョンブリー県、チャチューンサオ県、サケオ県と接する。県は1893年のパークナム事件の後、フランス軍が占拠したことで有名である。あとの1905年大量カンボジアの割譲と、引き換えに、県はタイに返還された。また県内には、ベトナム人が非常に多く住む。 これは、高知ナのカトリック近世によって19世紀初頭に県に逃れてきたグループと、1920年代や1940年代に、普通量インドシナから逃れてきたグループ、さらに、ベトナム戦争前後に逃れてきたグループがある。チャンタブリー市中心部県南部のタイランド湾に面した地域には、お奇度が広がる。一方の内陸部では産地になっており、一番高い。 ところで1556メートルとなっている。なお県は、隣接県のトラートと合わせて、宝石の産出地となっており、ルビー、サファイアが取れる。チャンタブリー市内は、大災害の宝石取引市場となっており、諸外国からの訪問客も多いほか、近年は大規模なショッピングセンターや、大型ホテルなども建設されている。またトロピカルフルーツの産地として、国内では知られており、ドリアン、 マンゴスチン、ランプタンなどの果物が県の主要産物となっている。欠片の気候区分によると熱帯モンスーン気候に区分される。11月から4月前半は寒気であり、12月から1月は特に降雨が少なく乾燥した晴れが多い季節である。2月から4月は暑気であるが海洋性の気候であり、著しい高温となることはない。雨季は4月後半から10月であり、 雨季の間は一貫して、降水量が多く、特に6から9月はほとんど晴天が見られず、非常に雨が多い。タイ国内でも、降水量が多い都市の一つである。検証検証はオーラに囲まれた月がデザインされている。さらに、月の海がウサギのように見えるということから、タイの伝説では月にウサギが住んでいるとされ、検証の月の中にはウサギがデザインされている。 県僕は県名にちなんで、チャンのき、県下はランである。チャンタブリー県は十の郡に分かれ、その階に七十六の町と、七百三十一の村がある。ムアンチャンタブリー郡、クルン郡、ターマイ郡、ポンナムローン郡、マカーム郡、レームシン郡、ソイラーオ郡、ケンハンメオ郡、ナーヤー、ありがとうございます。